皆さんこんにちは。トランペットクリエーションの山内博です。今日はバイオンについて説明したいと思います。バイオンといっても皆さんちょっと、とっつきづらいと思うんですが、金管楽器とリード楽器、それからストリングス、弦楽器ですね。これはサウンドが2つに分かります。僕ちょっと、紙に書いてみました。ちょっと逆に見えると思いますけども、こういった感じです。440Hz の、ピッチがこうあるとします。そのピッチよりも上に響く倍音が、本セクション、要するにトランペット、チューバー、トロンボーンですね。こういった金管楽器と言われるのが上に響くのが僕は理想だと考えております。それからリードセクション、ピアノとか、弦楽器ですね。これはよそのピッチよりも下に響くことがもう理想だと僕は考えております。なので、この上に響く楽器と下に響く楽器が合わさって、ものすごく豊かなサウンドがします。残念ながら日本人は、ここにも書いてませんけども、ここのこっから、この辺が、本セクションが響いてます。それから、リードセクション、弦楽器はもちろんここで響いてますので、変わりません。サックスセクション、リード楽器ですね。リード楽器は、しっかり下の倍音が出ないで、ちょうどこの中間ですね。パーンっていう、おーっていう響きだから、パーンっていう響きで吹いてる、サックスの人が大変多いです。なので、僕の理想とするのはこういった、上と下に分かれる倍音がしっかり分かれてる、こういうサウンドが理想だと考えています。そのやり方です。僕はサックスセクションのことはちょっとよく分かりませんけども、本セクションは上に響かせるという、まあ、今言いましたけども、これやり方ですね。これは声、日本人の声、特に金管楽器は自分の声が楽器に移ります。これは100%間違いなく、全世界のトランペット奏者を聞いても、僕は何度も声で歌ってそれを実験してきました。声が100%トランペットに移ります。なので、こう「あーあー」って喋ってる人は「うーん」っていう、こういうふうに、上の倍音を響かせるようなイメージを持つと、トランペットの音も豊かになり、響くようなサウンドがすると僕は考えております。それを今ちょっとやってみます。実験してみます。違うのが分かりますか？もう一回やりますね。こういうことです。要するに「ああ」って喋ってる人は、その声をやめて吹く前に「ここに響かせるような、ハーモニクスですね。この音をイメージして楽器に移す。そうすれば、その日本人の独特なオリエンタルサウンド、倍音が下になってるサウンドですね。これを上に持ち上げることができます。そうすれば、西洋人みたいに、サウンドが上にパーンと響き渡る。少量の息で響き渡せることができます。今日のレッスンはこれで終わりますけども、ぜひ皆様も僕のこの提唱している、倍音の奏法ですね、これを取り入れてやっていただけたらいいかなと思います。もう一度やってみますね。